越後交通も破4四百系電車は、越後交通が、同社長岡線において運用した電車である。本校では、同形式の制御車であった、区破線四百五十系電車についても記述する。越後交通は、同社長岡線に従来在籍した、旅客用電車格形式の代替を目的として、小田急電鉄より、デフ線2二百系電車及び、デフ線4四百系。 区派1450系電車を、軽重量譲り受け、1967年から1969年に、かけて導入した。種車となった形式は異なるものの、導入後の、各車両は、制御電動車にも派1400系制御車に区派1450系の形式称号、車両番号が、種車の区別なくそれぞれ付与された。小田急電鉄在籍当時の9番との対象は、 以下の通りである。小田急で派1200系、出派1400系、区千1450系の各形式は、小田急電鉄在籍当時に制御方式を由来として、HB 型、または HB 車と呼称されたグループに属し、小田急電鉄において廃車となった際、主電動機を同社4000系電車の申請に際して、教室していたことから、越後交通への導入に際しては、 中古品を他社より購入し、新たに搭載した。また、モハ1400型は、導入に際して、旧来の連結面側つま面にも、運転台を増設し両運転台構造へ、改造された。隠し改造は、情景の通り、西武所沢車両工場、東洋工機、越後交通自社工場の3カ所において実施され、全車とも、改造名義ではなく、 申請名義で竣工した。モハ1400系、クハ千1450系の導入後に実施された河川電圧の1500ボルト小圧により、従来在籍した電車各形式は一部を除いて淘汰され、両形式は長岡線における旅客輸送の主力車両として1975年の長岡線旅客営業廃止まで運用された。全長メートル級の半車体に、 やや腰高な位置に設置された一段を落とし窓方式の側窓と片側2箇所設けられた 1100mm 幅の片開け客用扉を備えるという構造は基本的に小田急電鉄在籍当時と変化はない。種車形式の相違によって全長・全幅が若干異なる点も同様である。ただし、前述の通り制御電動車も 派1400型は全車とも両運転台構造に改造され、乗務員扉も新設された。また、主車の総意による外観上の総意点として、元大打球で派1400系、区派1450型を種車とする車両は、側面客用扉間の側窓が均等に配置され、側面窓配置はも派1400型が、D2D8D2D、 区派1450型が D2D8D3 であるのに対し、元大打球で派1200型を種車とする、模派1 4 0 0系1 4 0 3 1 4 0 4は、側面客用扉間の窓間柱の一部が太く、計7枚の側窓が2枚3枚2枚でそれぞれ区切られる形態となっており、側面窓配置が D2D232D2D と異なる点が挙げられる。 またも派14 1400K1403.1404 は、小田急電鉄在籍当時に実施された、運転室拡幅改造によって乗務員扉直後の側窓が、強幅となっており、前述両運転台下改造に際して増設された、運転台側の乗務員扉直後の側窓についても、同一形態に揃えられた。その他、小田急電鉄の在籍晩年に新設された、 全面貫通とビラブのアンドン式行き先表示器が撤去されたほか、従来全面幕板部左右に二頭装備した後部標識灯のうち、向かって右側の後部標識灯が撤去された。車内はロングシート仕様で、車内送風機として扇風機を備え、車内照明は蛍光灯方式である。なお、小田急電鉄在籍当時に装備していた都平装置、 および車内放送装置については全車とも撤去され、客用扉は手動扉仕様となった。車体塗装は当時の西部鉄道における標準塗装、いわゆる赤電塗装に告示したローズレッドとベージュの2色塗りとされ、倉庫のウィンドウシルを境として腰板部と雨戸い部をローズレッドとし、それ以外の部分をベージュとした。小田急電鉄在籍当時からの装備品である。 ウェスティングハウスエレクトリック社の原設計による電空単位スイッチ式の間接非自動制御装置を搭載する。制御機の電源は電動発電機より得た直流 100V を用いており、前述した HB とは H が診断方式が手動式であることを B が制御電圧を電動発電機などの低圧電源により得ていることをそれぞれ示すウェスティングハウスエレクトリック社び 同社の製品をライセンス生産した三菱電機における製品故障である。芝浦製作所製の直流直巻電動機 SE-102 を電動車4両あたり4機搭載する。同種電動機は鉄道員で波6340軽電車の申請に際してゼネラルエレクトリック社が鉄道員へ納入した GE-244A 種電動機の 国内ライセンス生産品で、端子電圧 675V 時の1時間定格出力は8 5ットである。駆動方式は吊りかけ、式、歯車比は3.42である。モハ14 1400K1401.1402 が、KS31 リットルを、モハ14 1400K1403.1404。 および区ハ 1450K1452.14551456 ガケー S30 ラを区ハ 1450K1451.1453454 ガケー S30 リットルをそれぞれ装着する。いずれもボールドウィンロコモティブワークス社開発のボールドウィン A 型台車を原設計として、 住友製鋼所において製造された中高組立型の釣り合い両式台車である。k s 3 1ルが U 字型の釣り合い針を備えるのに対して、k s 3 0ル k s 3 0らは弓型の釣り合い針を備える点が外観上異なり、また基礎制動装置が k s 3 1ルが量、打き式であるのに対して、k s 3 0ルは片押し式である点が、 気候上の相違点である。なお、KS30 らは小田急電鉄在籍当時に、KS30 リットルの基礎制動装置を両、打機式に改造したものである。固定軸間距離は2 1 3 4ト、mm、ル車輪径は9 1 0ト、mm、ルで、全台車とも共通である。M3 両弁を使用した無心自動空気ブレーキを常用する。連結機は、 前後とも波形自動連結機を装着した。1967年に竣工した、モハ14 1400K1402 を皮切りに、1969年竣工のモハ14 1400K1403.1404、及びクハ 1450K1456 を、最後に、各形式軽重量が順次導入された。また、長岡線においては1970年に、 河川電圧を従来の 750V から 1500V へ昇圧したことを機に従来在籍した電車の多くを淘汰したこともあり、モハ1 4 0 0系、クハ1450型は長岡線における主力車両となった。しかし長岡線は機関駅である西長岡駅の立地条件の悪さなどが要因となって、両形式の導入当時の段階で、 すでに利用客減少による営業成績悪化が進行しており、1972年4月16日付で、来号寺西長岡間の旅客運輸廃止が、翌1973年4月16日付で、大川津寺泊間の廃線がそれぞれ実施された。この結果、余剰となった、区波1 4 5 0系1 4 5 2 1 4 5 5 が1973年9月7日付で、区千1450系1451が1974年3月29日付で、それぞれ廃車となった。残る、も波1400系1401から1404、及び区千1450系1453.1454456 14の7両についても、1975年4月1日付で、 実施された、越後関原大川津間の廃線及び残存区間における旅客輸送全面廃止に伴って用途を失い、同年4月21日付で全車廃車となって、両形式は形式消滅した。越後交通における除籍後、区波1452.145号の2両は、越後交通と、 同じくを打球で破千4 0 0系、区派四4 5 0型が譲渡されて在籍していた、新潟交通へ譲渡され、部品取り車両として活用された末、解体処分された。他の8両については、旅客営業廃止後に、西長岡駅構内において、長期間留置された後、全車解体処分された。したがって、も派千四百系、区派四百五十系の両形式は全車とも、 謙遜しない。ありがとうございます。